お疲れ様です。おはようございます。今日はですね、台風ということで、完全屋内ということを聞いたので、新江ノ島水族館に来ています。ここはですね、ちょっと見ていただけると思うんですけれども、ここはですね、こんな感じの広い収容所となっています。でここの特徴はですね、バンドウイルカの、繁殖にかなり成功していてですね、またジャザからも脱退しています。まあ、ジャザから脱退するということは、まあ、胎児からイルカを入れ続けるという宣言でもあるんですけれども、まあアメリカと同じような方向性を、まあ、日本というのは目指しています。つまり、野生からイルカを、収容してくるのは批判されるわけですね。なので、内部で回そう、要は、繁殖して、自然を知らない家畜化されたイルカを作っていこうということです。またそのイルカで、国内の水族館を回していこうということなんですけども、結局中で回していると血が濃くなるわけですね。なのでいずれどこかから野生の、イルカを入れなくちゃないということになります。ですので、その、ルートをキープするために、ジャザから抜けて、胎児からイルカを入れるということになります。あーサーフィンいいですね。雨の中、まあ、できないですけどはい、ちょっと見てこようと思います。まあ動物園水族館知ってる人からすると、新江ノ水っていうのは本当に、言葉を選ばないで言いますと、まあ嫌いな収容所です。まあいろいろ、まあ、見てこようと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。